甘美ないすくねは、危機等に伝わる古代日本の人物。日本書紀では、甘美ないすくね、古事記では、味し、内すくね、他文献では、味ないすくねとも表記される。名称のうち、甘美は、美少、すくねは損傷。第八代高原天皇の孫、または三世孫で、竹内すくねの弟である。竹内すくね関係系図表記は、日本書紀を第一とし、古事記を平記。 日本初期、王神天皇9年4月上では、竹内すくの弟とする。同書では、竹内すくに関して、高原天皇巫女の子の彦、大野忍信命の子のや、主をし男、竹尾信命が父になるとしており、甘備内すくも、高原天皇三世孫にあたる。古事記では、高原天皇巫子の日古切れと、大野信命と、 大な日の妹の桂木野の子を千な美めとの間に生まれた子で高原天皇の孫とする。同書では竹内すくの聖母は山下影秀とされており、味しないすくとは異母兄弟になる。日本初期応神天皇9年4月上によると兄の竹内すくが筑紫国に派遣された際、甘備ないすくは兄を除こうとして天皇に残言した。 竹内宿ネの天皇への弁明を受け、竹内宿ネと甘美内宿ネは、区形で戦ったが、甘美内宿ネは、敗れて、兄に殺されそうになった。そこを、天皇の直によって許されたが、北田氏らの祖に霊族民として授けられたという。古事記では自責に関する記載はない。内神社甘美内宿ネについて、古事記、高原天皇団では、山城内つおみの祖とする。この、 山城の内とは、和名類受賞に見える山城国続き軍誘致教を指すとされる。同地には、演技式新明帳に記載される式会社として、内神社が鎮座する。また、新先生史録では、次の士族が公営として記載されている。その他、祖外市川漁師系図では、完備内宿根の知り付けにおいて内都を見、山港の外する。ありがとうございます。